霊夢、世界最大級のサンゴ礁に囲まれた、天国に一番近い美しい島、ニューカレドニアが、見る影もないほどの大地獄になっちまったぞ。略奪放火による被害件数は推定700件、死傷者多数、被害額は3800億円にも上るというぜ。こんなに美しい島が地獄絵図になっちゃったの？一体何が起きたのかしら。1853年、この地を自国の領土と宣言して以降、フランスは、理不尽な占領政策を行ってきた。しかしフランスは、歴史の付けを払わなかった。あろうことか今年、ある憲法改正案が可決され、この島は決壊してしまったんだ。積もってたものが爆発したのね。オリンピックも控えてるっていうのに、これだからフランスは。だが、ここには意図的に地獄を作り出した存在が、確実にいる。調査を進めると、フランスの国内分裂の匂いを嗅ぎつけ、虎視眈々と機会を狙う、怪しい影が見えてきたんだ。誰がそんなことを。じゃあ今回は、ニューカレドニアはなぜ地獄と化してしまったのか。独立を願う人々の歴史と、それを扇動する怪しい影について、解説するぜ。よろしくお願いするわ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。そもそも霊夢は、ニューカレドニアがどのあたりにあるか、ちゃんとわかってるか？まあ、東南アジアとか、グアムら辺なんじゃないかな。当たらずといえども遠からず、だな。ニューカレドニアは、日本の南東約 7000km 先、ニュージーランドの上あたりに位置する領土だ。数々の島から成り立っていて、面積は約2万平方キロメートル、27万人の人々が暮らしているぜ。四国を一つにまとめたくらいの大きさね。でも四国の人口は370万人くらいだから、密度は全然違うわ。温暖な気候と、世界最大級のサンゴ礁に囲まれた美しい海は、観光地としても名高く、全世界から毎年、約10万人の観光客が訪れるんだ。さすが、天国に一番近い島と呼ばれるだけあって、天国と見間違えるほど美しいわねー。実はその天国に一番近い島って呼び名は、景色の美しさから来ているわけじゃないんだ。え？じゃあ本当に物理的距離が近いってこと？そういうわけでもないぜ。世代ドストライクの方もいると思うが、日本の映画、天国に一番近い島の舞台がニューカレドニアだったことから、この呼び名が浸透していったんだ。原田知世さん主演の映画ね。御年56歳の原田知世さんが、17歳の時に主演を務めた作品だな。原作は、まだまだ海外旅行が一般化していない1965年に発表され、20代の女性が、ニューカレドニアという、当時は無名の南の島へ一人で旅に出るという内容が、話題を呼んだんだ。原作からすでに、ニューカレドニアが登場しているのね。そんな溢れんばかりのみずみずしい自身の経験を、巧みに綴った作者の森村かつらさんが、その40年後に自ら命を絶ってしまった、というのはまた別のお話だな。それは知らなかったわ。ご冥福をお祈りいたします。さて、話を戻すぜ。映画が話題になったことや、日本から直行便で9時間程度で行けることから、日本人観光客が多いのも特徴の一つだ。ニューカレドニアの観光客数は年間約10万人、という話をしたが、そのうちの1万8000人程度が、日本人観光客なんだぜ。意外と行きやすいのね。しかし、日本とニューカレドニアの交流は、古くは明治時代まで遡るんだ。そんなに昔から？どうして両国には交流が生まれたのかしら。ニューカレドニアが地獄と化してしまったのには、実は歴史が大きく関係している。イギリスに名称の由来を持ち、フランス領土として支配され、流刑地になり、そんな波乱万丈の歴史について、日本との関わりも踏まえながら見ていこう。日本が嫌な関わり方をしてないといいな。南太平洋に浮かぶ群島が世界に認識されたのは、1774年のこと。イギリスの航海士、ジェームズ・クックによって発見されたこの島は、彼のふるさと、スコットランドに似ていることから、ニューカレドニアと名付けられた。気になるところが多いけど、なんでニュースコットランドじゃなくて、カレドニアなの？それは、スコットランドの旧名がカレドニアだったからだな。ちなみにカレドニアは、森林を意味するケルト語だ。スコット人の移住に伴い、スコシアと呼ばれるようになり、スコットランドになったんだ。ニューカレドニアの自然豊かなところが、ふるさとに似ていたのね。それにしても、世界に認識されたなんて遠回しない言い方してたけど、純粋に1774年に発見された、未知の島だったんじゃないの？いいところに気がついたな。イギリスがこの島を発見したとき、そこにはすでに、美しい自然と共存しながら生きている人たちがいたんだ。先住民がいたということね。そうだ。彼らは一般的に、カナックと呼ばれる、様々な人種が混在してきたことが特徴で、現在でも28種類もの言語が存在するぜ。メラネシア神話に基づき、サメを恐れず、畏怖の対象と考えているのも興味深い特徴だ。つまりその先住民族を追い出したり、支配したりして土地を略奪すると、お決まりのパターンね。それはそうなんだが、イギリスはニューカレドニアの領有権を放棄したんだ。
イギリスといえば、そのあたりの太平洋の島を片っ端から領土にしてるイメージなのに、なんで放棄したのかしら？1840年代になるまで、メラネシアは資源も乏しく、地元民との交流も不可能で、正確な地形もわかっていないということで、ヨーロッパ諸国の関心が薄かったんだ。現在ではある重要資源の採掘が、ニューカレドニアの主要産業になっているんだがな。重要資源？その話をする前に、もう少しだけ大事な歴史の話をするぜ。イギリスが領有権を放棄した後、すかさずこの地を領有し、植民地にしたのがフランスだ。1853年、フランス海軍によって、ニューカレドニアの領有が宣言されて以降、ニューカレドニアはフランス領になり、現在の首都ヌメアは、1854年に建設された。なんでフランスは、有効活用できるかわからない土地を領有することにしたのかしら？当時の政治的、地理的理由としては二つあって、まず一つは、中継地の確保だ。中国やインドシナなど、アジアや太平洋に領土を拡張していくための、足がかりってことだな。確か1853年って言えば、ペリーも日本に来航しているわ。アジア進出に関心が高かったのね。そして、もう一つが不況だ。これもまた、プロテスタントの歴史の流れと重なるところではあるな。ただ、ニューカレドニアはヨーロッパ人との交流が非常に少なく、布教活動は困難を極めた。教会を建てても、カナックの人々に燃やされてしまったりしたんだ。確かに、急によくわからない建物が家の近くに建てられたら、気味悪いわよね。そこで、ニューカレドニアは19世紀のフランスで発生していた、社会問題を解決するために、活用されることが決定する。1864年、ニューカレドニアに、バーニュが建設された。バーニュ？刑務所だ。フランスはニューカレドニアを、流刑植民地にしたんだぜ。なんで刑務所を、わざわざ国から遠い場所に作るのよ？それは19世紀のフランス、特にパリにおける都市問題が関係している。19世紀のパリって言ったら、どんな様子だったと思う？革命が起きて市民万歳って感じで、盛り上がってるんじゃない？そうだな。フランス革命により、身分制や職業選択の制限が廃止され、人々は自由を手に入れた。しかし自由なままでは社会は成り立たない。新たな職業と一攫千金を狙って、人々は地方から都市部へと、どんどん流入するようになる。中でもパリに流入が集中し、半世紀で人口は約2倍、93万人に達したんだ。いくらいろんな仕事ができるとはいえ、働ける人の数は限られているわよね。そう、人が密集すると、職を失った人により貧困層が生まれ、貧困街が形成される。貧困街は衛生環境の悪化を加速させ、犯罪の温床になる。それでも人は増え続け、パリは住宅不足に食不足、そして犯罪者が救う街になったんだ。なるほど。それで社会の歯車からあぶれた人を島流しにすれば、人口も減らせるし、クリーンな街づくりもできるってことね。その通り。さらにフランスには、もう一つ思惑があった。それが、囚人と自由移民によって構成された、植民地の新たな社会の構築だ。これにより囚人は隔離できるし、構成の余地もあるし、植民地は発展するし、一石三鳥ってことだ。囚人と入植者による街づくりってことか、カナックの人々が入ってないけど、当時、ヨーロッパの人々にとって、現地の人々は、自分が住む土地で、何ら生産的なことをなしていない、という認識だった。そのため勝手に土地を接収し、施設の建設や、囚人の土地に割り当てられてしまったんだ。カナックの人々は、狭い居住区に追いやられることになる。本当に自分勝手な思考をしていらっしゃるわね。しかし刑務所建設と時を同じくして、今もなおニューカレドニアを支える、重要鉱物が発見される。現代の重要鉱物って言ったら、やっぱりレアメタル？勘が冴えてるな、霊夢。1863年、ニッケルが発見される。埋蔵量は当時なんと世界第4位。1894年から本格的に鉱石の採掘が開始され、以降、ニューカレドニアの経済を支える、常主要産業になっている。ニッケル、ね。何か感づいた顔をしてるな。ニッケルの採掘の始まりが、日本との交流の始まりでもあるんだぜ。貿易が始まったってこと？いや、採掘場で働くために、たくさんの日本人在民として、ニューカレドニアにやってきたんだ。その数は最終的に、1万人近くにも上ったという。そんなにたくさんの人が。しかし、日本が真珠湾攻撃を行ったことで、状況は一変する。そっか。一応フランスの植民地だものね。日本国籍の人々は敵国人とみなされ、オーストラリアの収容所に連行された。彼らは戦後日本に強制送還されたため、現地の奥さんや子供は取り残され、一家の大黒柱を失いながらも、生きていかなくてはならなかった。それは大変な思いをしたでしょうね。そのため、現在でも8000人近くの日本人入植者の子孫が暮らしている、と言われている。ニューカレドニアに日系の人がたくさんいるなんて、知らなかったわ。戦後、植民地主義が下火になるに伴い、ニューカレドニアは正式に、フランスの領土になった。もはや領土にもされたくないけどね。それはカナックの人々も同じ思いだ。1960年から70年代になると、
フランス本国での学生運動や、アメリカの公民権運動など、市民運動が活発になり、ニューカレドニアでも、独立運動が活発になっていったんだ。国民投票とかを行って、晴れて独立ってわけにはいかないの？ヨーロッパから持ち込まれたウイルスや入植者によって、今やカナックは人口の約4割。フランスから移住してきた人々はもちろん、反独立派が大多数だ。反独立派がやや過半数を占めてそうね。ニューカレドニアは見事に真っ二つに分裂した。独立派は、カナック社会主義民族解放戦線という組織を作り、反独立派は、カレドニア共和国連合を組織した。両者は互いに衝突し、武力行使をすることも、少なくなかったんだ。今に始まったことではなかったのね。そう、ニューカレドニアでは少し前から、緊張状態が続いていたんだぜ。事態が動いたのは、1988年4月22日、解放戦線が憲兵本部を襲撃し、憲兵4人を射殺、27人を人質に取り、ウベア島の誤差な洞窟に閉じこもる、という事件が発生したことだった。なかなか過激なことやってるわね。この事件を受けて、同年にはフランス政府の介入のもと、解放戦線と保守派の間で、マティニョン合意というものが交わされた。両者の主張の折衷案を取る合意だな。これで少しは落ち着いたのかしら。いや、その1年後には、合意を結んだ解放戦線側のリーダーである、ジェンマリ・チバウ氏が暗殺された。せっかく仲良くなれそうだったのに。犯人は解放戦線側の人間だぞ。え？どうして？折衷案なんて生ぬるいことに合意したのが、許せなかったのだろう。あくまで、彼らが目指すのは独立だ。なるほどね。しかしこのままでは、血で血を洗う戦いに発展してしまう。そこで、フランス政府、独立派、反独立派の三者の間で、1998年、ヌメア協定というものが結ばれた。この中には、独立するかを決める国民投票を3回行う、という内容も含まれたんだ。いよいよ決戦の時ってことね。投票は2018年、2020年、2021年に行われた。その結果、ニューカレドニアの独立への道は閉ざされた。反対多数により、投票は終了したんだ。え？なんなら3回目なんて圧倒的敗北じゃない。結局みんな残留したいってこと？霊夢、それが情報に騙されるってことだぜ。どういうこと？注目すべきは投票率だ。第3回の投票率は、有権者全体のわずか 44% ほどなんだぜ。半数以下？独立派の家のドアを溶接したりしたの？さすがにそこまではしないぜ。当時はちょうど、新型コロナのデルタ株が猛威を振るっていた。カナックの人々も多くが命を落とし、生き残った人々は12ヶ月の喪服期間にあった。つまり、独自の慣習があったがために、国民投票に行けなかったんだ。またしてもフランスは、カナックの人々の風習や文化を完全無視して、ことを進めたってことね。こうしてニューカレドニアの独立は、ほぼ実現不可能のものになってしまった。歴史をまるっと見てきたけど、争いの火種はそこら中に転がっていたのね。そう、私たちが知らないだけで、映画が公開されていた時期ですら、ニューカレドニアはもう、天国に一番近い島なんかじゃなかったんだ。今回の暴動はつまり、独立派の人々の鬱憤が、積もりに積もった結果ってことかしら？そうだ。彼らの抑圧された感情を決壊させてしまったのは、さっき紹介した、ヌメア協定の内容の変更だ。しかし、その裏で彼らの鬱憤を表面張力ギリギリまで溜めたやつ、火に油を注いで、感情を扇動した奴がいる。いよいよ本題ね。まず、今回の暴動の発端は、さっきも言った通り、ヌメア協定の内容が変更されたことにある。国民投票以外にも、約束事があったってことね。その通り。ヌメア協定では、ニューカレドニア住民の選挙権についても言及された。協定が結ばれた1998年を起点として、協定前20年以上居住していた人にのみ、選挙権が与えられたんだ。つまり、新参者が引っ越してきても、選挙権はないってことね。そうすることによって、カナックの人々の声を政治に反映しやすくしていたんだ。しかし、今年になって現在、居住10年以上の全ての人に選挙権を与える、という憲法改正案が提出され、右派、与党の賛成多数で法案は可決。6月末には、両院合同議会により採決される運びになったんだ。ただでさえカナックの人々はニューカレドニアの半数を下回っているのに、これでヌメア協定の内容まで保護にされちゃったら、たまったもんじゃないわね。実際に憲法が改正した場合、新たに投票できる人は、14% ほど増える見込みだ。意外と侮れない数字ね。この改正案を受けて、独立派は法案撤廃を求めていた。そこに低社会階層のカナックの不満が加わって、反対運動は加速。ついに暴動に発展した。当時はどんな状況だったのかしら。主にカナックの若者により、幹線道路が占拠され、放火や略奪が行われた。これにより、警官2名を含む7名が死亡、負傷者は数百人、350人が拘束された。亡くなった人もいたのね。しかし、この7人という数字は、フランスの情報統制が行われていると言われている。
現地で教員をやっている人の話によると、実際は20名ほどが亡くなっているという。政府が情報統制するんだから、亡くなったのは独立派の人々よね。なんだかこの大規模な暴動には、憲法の改正だけじゃなく、経済格差みたいなものも、影響してるんじゃないかなって思ったんだけど、どうなの？どうしてそう思ったんだ？マリサの言い草的に、憲法改正に反対の人はもともといて、そこに貧困の若年層が合流したから、暴力に訴えかけるような形になっちゃったのかなって。なかなか鋭いな。霊夢の言う通り、この暴動は憲法改正が表側の原因だ。しかし裏側には、カナックの若者を取り巻く、暗い事情があるんだ。ニューカレドニアで発見された重要鉱物は、何だったか覚えてるか？ニッケルね。言わずもがな、リチウムイオン電池になくてはならない存在だわ。そう。ニッケルは錆びにくい、という性質から、ナイフやフォーク、十円玉、そして、スマートフォンにまで使用されている優れものだ。世界的に需要が高い、ニューカレドニアの経済のほとんどが、このニッケル採掘に支えられていると言っても、過言ではない。ニッケル産業において、カナックの人々の立ち位置って、どんな感じなのかな？そう。それが問題なんだ。収容所の設置、そしてニッケル鉱山の発見以降、ニューカレドニアには多くの人の干渉を受けた。ニッケル鉱はヨーロッパ系富裕層に権益を握られ、鉱山で現場を管理するのは、アジア系の人々だ。カナックの人々は、もともと伝統的な農業用を営んでおり、ニッケル産業においては最下層のレイヤーにいる。水準の高い教育を受けて移住、入植した人々に立ち打ちするのは難しいわ。教育水準もあるだろうが、忘れちゃいけないのは、アパルトヘイト的な制約が敷かれていたことだ。ってことは、人種差別的な制約があったの？カナックの人々は、土地所有を制限されていたんだ。元はといえば、自分たちが住んでいた土地なのに。こうして両者の格差は、不可抗力的に進んでいった。実際に、カナックの人々とそれ以外の住民では、所得水準に 32% もの差がある。そんなに差が開いていたら、独立しか道がないと思うのも納得だわ。差があるのは所得だけじゃない。カナックの高等教育就学率は 3% 程度で、移住者の7分の1以下。失業率は 38% で、これは移住者の4倍以上の水準になるんだ。すべてがカナックの人々の社会進出を妨げてるわね。さらに、ニューカレドニアを支えてきたニッケル産業自体が、かなり下火に向かってるんだ。需要はあるのにどうして？ある国によって供給過多になり、価格が下落してきているんだよ。中国ね。大正解だ。鉱物資源の獲得競争においては、もはや中国の独壇場と言っても過言ではない。ニッケルも例外ではないんだ。一体中国はどうやって市場を支配しているの？じゃあまずは、ニッケル生産の市場を簡単に見ていこうか。現在ニッケル生産のトップを走るのはインドネシアで、世界の生産量の半分を占めている。一国で世界の半分も生産しているのね。その次がフィリピン、そして第3位に来るのがニューカレドニアってわけだ。従来はニッケルの生産だけで、経済を回していけるレベルだったんだが、2023年に価格が下落、その額なんと、前年比の 40% 減だ。40%？ とんでもない急降下じゃない。その原因になったのが、生産量第1位に上り詰めたインドネシアなどの生産急増だ。なんでインドネシアでは、急に大量生産が可能になったのかしら。インドネシアでの生産の拡大に大きな影響を与えているのが、中国だ。出たわね。インドネシア政府は国内産業の発展のために、ニッケル鉱石を加工しないまま輸出することを、2020年から全面的に禁止している。自国で加工までした方が雇用も創出できるし、販売価格の向上も期待できるわね。そこに目をつけたのが中国だ。中国企業は、インドネシアでのニッケル加工への投資を拡大させ、大量生産を実現させた。これにより市場は供給過剰になり、ニッケルの価格は大下落。価格の下落を受けて、多くの企業が、工場の操業停止に追い込まれたんだ。ニューカレドニアも、その影響を受けたってことね。その通り。ニューカレドニアに工場を持っていた工業大手、スイスのグレンコアも、工場の停止を余儀なくされたんだ。カナックは土地を追われた上に、経済への不安も増大しているってことね。その通り。争いの火種はすでに巻かれていて、引き金を引いたのが憲法改正だったってことだ。そして、そんなくすぶっているカナックの人々に目をつけて、意図的に暴動を発生させようと仕向けた、と思われる奴がいる。確かに、さっきそんなようなこと言ってたわね。一体誰が、どうしてそんなことをしたの？こちらの首謀者は、アゼルバイジャンだ。フランス政府の調査によると、アゼルバイジャンの SNS アカウントによって、フランスの警察官が、ニューカレドニアの独立派を殺害しているかのような、偽の情報や、動画が拡散されているようなんだ。それが若者を扇動して、暴動に至ったってことね。なんでアゼルバイジャンはそんなことするの？直接的な敵対関係にあるわけではなく、フランスがアルメニアを支援しているからだな。また新しい国が出てきたわ。
ここの関係を説明しようと思うと、とんでもない時間がかかってしまうからな。もし興味がある人が多ければ、別の機会に詳しく話したいと思うぜ。ぜひお願いするわ。今はざっくり説明するぜ。アゼルバイジャンとアルメニアは、昔から仲が悪かった。それは宗教上の対立もあるし、実利的な対立もある。オスマン帝国による大虐殺なんかも関係している。両国は直接的にも好意的な感情を抱いていない上に、ロシアとトルコの代理戦争に使われているんだ。黒海とカスピ海に挟まれた二つの国は、様々な国の影響を受けて、今も争いが続いているぜ。アゼルバイジャンはアルメニアと戦っているから、アルメニアを支援するフランスが嫌いってことね。フランスは本来仲介国なのだが、自国にアルメニア系住民を抱えていることもあり、アルメニアに軍事支援を行っているんだ。これは、アゼルバイジャンのアリエフ大統領も問題視しているぜ。フランス国内を分裂させ、混乱に陥れることで、他国を支援してる場合じゃなくそうとしたのね。まあ、別の意味合いもあるかもしれないな。別の意味合い？これはただの考察だがな、アゼルバイジャンと中国は、今年の7月3日、戦略的パートナーシップの構築を発表した。ここでも中国。アゼルバイジャンは、古来からシルクロードの主要都市としても栄えていたからな。遥か昔から交流があったのね。もし仮に、フランスからニューカレドニアが独立した場合、残念な話ではあるが、中国からの介入は避けられないだろう。どうして？まずインドネシアのように、中国企業がどんどんニッケル産業に介入し、カナックの人々の立場は、全く向上しない可能性があるな。雇用主が変わるだけってことね。さらに、中国が南シナ海進出のために、人工島を作っているのは有名な話だ。一度中国企業の介入を許せば、そのまま島に基地を作られる可能性が非常に高い。つまり、ニューカレドニアを手に入れるために、中国とアゼルバイジャンがタッグを組んでると、どこまでが計画のうちなのかはわからないが、経済的に困窮させた上で、対立感情を煽るような誤情報をばらまき、意図的に、この暴動という劇を作り上げたのかもしれないな。フランスに対する世間的なイメージも、ダウンするような気もするわ。でもこの間金平さんって、マクロンさんに会いに行ってたわよね。そうだけど、EV に関してはお互い譲らない姿勢を示しているからな。現状、ニューカレドニアのニッケルの輸出先の 40% を、中国が占めている。フランス政府としては、自国のために生産してほしいみたいだが、これにもカナックの人々は反対している。なんか中国にしてやられてるわね。ただ、中国は行き過ぎた鉱山資源の独占のために、ヨーロッパ各国から輸入規制を食らったりしている。チューブラリンになった EV だけが、誰に使われるでもなく、生産されてるんだぜ。誰に使われるでもない車も、国家間の争いに巻き込まれる人々も、かわいそうだわ。だが、カナックの人々の貧困や、独立の道が断たれたことに、日本も無関係ではないんだぜ。今回の暴動で隠蔽を余儀なくされ、何十万の出費になった日本人の報道なんかもあったがな。注目度の高そうなコンテンツだけを提供して、本質的なことには触れてないよな。でも日本人は、現地の人と家庭を築いたりして、仲良く暮らしてたんじゃないの？もともと、ニッケルの埋蔵量に対して労働力が不足していたために、多くの日本人が労働者として入植したわけだが、それがカナックの人々の職や地位を、奪ってしまった可能性もあるぜ。確かにヨーロッパ富裕層、アジア系労働者の下に、カナックの人々がいるって言ってたわね。さらに、ニューカレドニア独立への道が閉ざされたのは、日本にも遠因があるという人もいるぜ。どうして？安倍晋三政権時代に提唱された、インド太平洋構想を覚えてるか？インド洋と太平洋あたりの国々で、頑張っていきましょうみたいなやつ？そんな感じだ。そこにはもちろん、南太平洋に浮かぶ島諸国も含まれている。そしてこの構想の目的は、中国の一帯一路に対抗するというものだ。中国が脅威であるという前提に基づいて、中国の海洋進出を防ぐ意味があったんだな。それがニューカレドニアの独立と、どう関係してるの？この中国脅威論が、ニューカレドニアの独立を阻むスローガンに使われたんだ。さっきも、もしニューカレドニアが独立したら、中国に取り込まれるって話をしただろ？基地が建てられちゃうって話ね。フランスにとってニューカレドニアは、中国の南太平洋進出を阻止する重要拠点だ。そういった意味もあって、独立させたくないんだ。確かに、日本の提案がスローガンとして使われてしまったのは複雑な心境だけど、実際中国の南太平洋進出を許せば、カナックの人々にとっても、プラスに働くとは思えないわ。独立派の中にも、それを理解している人もいれば、理解していない人もいるだろう。ただ、植民地として支配され、不当な扱いを受け続けたフランスから脱却したい。そんな思いが根底にあるから、中国がどうこうっていうのは、関係ないのかもしれないな。歴史の過去を帳消しにはできないわね。今回の暴動は沈静化できたものの、このままでは再び、暴動は発生するだろう。マクロンさんがどのような姿勢を見せるのか、注目していきたいわ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったら、
チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。